何食べるの？今日はラーメン食べる。ラーメンしかない。何ラーメンだよ。味噌かな。なんかママがすごいそのこと利用しようとしてきてさ、ママの好きなラーメンがマイナーってほどマイナーじゃないと思うんだけど、まあ、でも若干マイナーなので、そのせいでなんか限られたスーパーにしか売ってなくて、それで私が配信で紹介してみんなに買わせて、もっといろんなスーパーに送れるようにしてよみたいな、めっちゃ言ってくんだよね。うちのね、リスナーを利用しようとしてる。マジでそういうのめっちゃ多い。うちのママ、え、これめっちゃ美味しいんだけどさ、全然売ってなくてさみたいな、これ言ってよみたいな言われてちょっとせっこい。ちなみに何ラーメン、いや分かんない、名前がね出てこない。なんだっけな、見たことないパッケージのラーメンばっか買ってんだよね。それが好きなんだよ、そのシリーズが。元の会社自体はめっちゃ有名なんだよ、もうそれこそカルビーとかさ、そういう感じで、その会社が出してるそのラーメンの名前がちょっとあんま聞いたことないなーっていう。なんだっけなー、中華なんちゃらって名前だったんだよな。これだ、中華三昧だ。これの袋麺めっちゃあんだよな家に。しかもこれじゃないのもあるんだよな、なんかもう一種類ぐらい好きなメーカーって。うちのママそうね、初めて聞いたでしょ。うちも家にあって初めて見たってなったんだよね。 CM やってるぞ。 CM やってんだ。すいませんでした、テレビ見ないので分かりませんでした。何味が美味しいの、うちが食べたことあるのは四川風味噌とスーラータンメンみたいなやつ。いや読み方がね分かんない。三辛油麺、あと麻婆火鍋麺の3個は食べたことある。あとの他のこの2個知らないな。広読めへん、北京風読めへん、こうそうだわ。うちがさ読めへんって話してたら、親がさ絶対このパッケージ読みやすいようにした方がいいよねみたいな、でママがパッケージ考えてた。ママだったらもっと読みやすい名前にしてもっとドーンって出すかなみたいな、指示中のね気質がある。親ってよくそういうこと言うね、言う。これがねめちゃくちゃ好きでね、うちのママが。でもうちんちの周りだとすごい限られたところにしか売ってなくて、これが。でもうママが困ってて、コンビニとかでも売られるぐらいになってほしいみたいな。カップラーメン食うんやな、ちょっと意外。食うね、なんか知んないけどこれだけ食うね。ほぼ食わないけど、いつも俺らのせさんが好きなラーメンを買うけど、のせママが好きなラーメン買う人は特殊やぞ。いやでもね、その特殊なのも意外といるんだよね。うちのママにプレゼントとか来るからね、ママめっちゃ喜んでるけど、うちのママ好きなねリスナーさん意外といるんよ。うちのママもリスナー好きなんよね。うちの謎にそこで関係値がねできてる。うちのママもみんなに手紙届いたかなとか言って、別にママが書いたわけじゃないのに、引きこもりって思われてるけど引きこもりだと思われて、体心配されてるけど、みんなのそう体弱いと思われてる。うちのママもちょっと職業的なものもあって、みんなのね体の心配をしてね、みんな日光に当たってないと思われてるから、みんなにもちゃんと体を大事にするように言ってねみたいな、一生その認識でいてほしいクソおもろいけどな、うちは普通にクソおもろいなと思いながら聞いてた、ご飯食べてる時に。なんか虫けらが何かかと思われてる。多分ね、うちと同じような人たちなんだろうなって思われてるんだと思う。うちと同じぐらいとは言わないけど、まあそう、インドアで外出ないんだろうなみたいな感じなんだと思ってるんだと思う。インドア派が多いみたいな。まあインドアの人は多いとは思うけど、でも全てがインドアではないじゃん多分。みんな外出るの好きな人もいると思うし、そう、それで心配してるみたいな感じ。みんな体大丈夫みたいな、日光に当たんないとダメだよみたいな、なんか仕事をしてるよって、みんな仕事とかしてるよって言った、外で。ママとかもさ、すごい座り仕事だったりとかだから、うちが家から出ないし、ママもなんかもう自分のその病院の一室からほぼ出ない仕事だから、皆さんイオン系列の店に置いてることが多いらしい、中華さんは。ありがとう、言っとくわ、イオン系のやつね。